というわけで今回は、大家さんが、塗料法 CS で使ったジャスティスの紹介になります。モン、はい、さんが僕にリストをくれて、うん、で僕は自分流にコミュートとか入れて、そうフィニッシュ方法はまあモンさんに教えてもらったんですけど、まあ、ここだけかな、うん、あと枚数配分とかもちょっと教えてもらって自分流にも解釈をしてこんな風になりました結果的に。そうですね、はい、まあ、多分見てる人たち多分なんだこれっていうカードがねところどころあると思います。まあ、デュエローとか、デュエローとか連弾スパイラルとか、一番この中で僕が知らなかったらこれ連弾スパイラル、連弾スパイラル、これそうですよね。僕もずいぶん昔、まあ、E3 の時代だったんですけど、うんうん、エピソード3箱買った時に出てきて効果が確かその時覚えてたんですよ、うん、ドメカードを手札に戻せるっていう、うんうん、で僕も連弾スパイラル入るよって言われて、ああそういえばそんなカードあったな、ドメカード戻せんだっけみたいなことを思ったんですけどなんで入るかっていうのもこれを回すと分かって、まあジャスティス2対7んで、はい、そこで同じカードだから戻せるっていう、そうですね、このデッキの軸として絶対にループするときにジャスティス2枚必要なんですよ、うん、ストックウェディングゲートから2枚出さなきゃいけないんですよ、うん、で、ストックためるためには絶対に2枚同時出しじゃなきゃいけないっていう、うん、なので2枚戻すカードが欲しいんですよ。なんでは連弾スパイラル、はい、連弾スパイラルハイドロコミューンとか、そうですね、だったんですけど、ただコミューンだとこいつがいないと相手を戻せない、受け札にならないんですよ。なるほど、だからこいつは相手だけ戻せるんですよ、相手も対象に選べる、はい、だから洗脳洗脳が例えば2体とか3体いたら、うん、洗脳洗脳選択したら全部手札変えるんですよ。ああじゃあ横に並べデッキとか本当にこれ結構脅威になるっていう、同盟カードを並べるデッキに対してはすごく脅威で、うん、なかなか強いんですよね、受け札にもちゃんとなってくれるっていう。なるほど、まあ、あとはゲロかな、ゲロちょっと知ってる人はいるだろうけど、まあ、何かしらのループにも入ってる前に、一時期マクロループに入ってたから、マクロループ、まあ強制ドロー効果ですね、うん、自分2枚ドローで相手1枚ドローで、自分の水の呪文を唱えるコストが最大に少なくなります、うん、ただしコストは0以下になりません、うん、まあ、だから最低が1ですね、1だからこいつザルバとかだとフィニッシュにしか使わなくて、うん、まあ、色になるんですけど、このデッキはママ回収カードが入っていないのでマナに置いたらダメなんですよね。だから色とかあんま関係なくちゃなくなっちゃって、普通に使う時があるのでデイロになってます。デイロになったって感じか、まあ、現に僕も本戦1回戦デイロ使って、うん、あともうちょっとで勝てるってところでこれが来なかった、そうですね天秤を引き抜いてて縦3の状態でブライズナーゴを投げて、うん、で縦から見てたのがチューンチューン作戦なんですよ。で墓地にジャスティス2枚があって、うん、で天秤も獅子も持ってなかったんですよ、うん、ただ見えてる枚数がこれ0で、まあ、1しか入ってないのでもちろん0で、獅子も確かに1だったんですよ、うん、手打ちした分だけだったんで、うん、だから6枚中にこのペアどっちかが どっちも入ってればルビーに入れるんですよ、うん、まあ、チューンで天秤落としてさ、チューンで獅子引き抜いて、うん、で、作戦で天秤を打ってジャスティス2枚回収して、うん、で残り3マナだったんで場にデュエル置いたんですよ、うん、2軽減かかるじゃないですか、かかりますね、なので自信が3マナなんですよ。おで3マナで自信打って墓地にウェディングゲートあったので、その時そのまま打てる、そのままジャスティス、そうジャスティス2枚飛んできてループに入って勝ちっていうところまでできたのにこいつが来なくて負けましたね。4枚入ってんのに、そう4枚入ってんのに結構ボトムの方に3枚あって、あこっちはめくれたんですね、こっちはめくれました、天秤は来ました、なんでこっちめくれたんないの、あのビッグマナで早草丸くんのライフ来ないみたいな、ああなるほど、ありますあるある、確かにそう、なんでってなるんですよ、それが起きて負けました、はいはい、まあ早見とも出されたから正直きつかったんですけど、指定の出しも勝ってたでしょ、まあそれは1回戦ですねあとこのデッキ気をつけてほしいのはさっきも言った通りなんですけど、マナ回収がないです、マナに置くカードが重要、はい、本当に、まあ、つまりデュエローとかジャスティスとかブライゼナーガーをもしも置いてしまった場合、こいつはまだワンチャンありますけど、ここが落ちたら負けます、うん、そう、これは本当に、まあ、4枚欲しい、4枚ないとループできないです、できない、うん、でデュエローもフィニッシュカードなんで置いたらダメです回収手段ないからね、でブライゼを置いちゃいけない理由っていうのが、まあ、まだ可能性があるっていうのもちゃんと理由があって、うん、ブライゼナーガーが山にいてマナに置くんだったら大丈夫なんですよ、まだもう1枚あるんで、うんだけどブライズナーが縦にいてマナに行ったらダメなんですよ、それはね、そうなると何もできないから、ね、縦回収がなくなって、縦にもしもここら辺が落ちてしまった場合回収札がなくなっちゃうじゃないですか、相手にブレイクしてくれるのをお祈りするしかないよ、ね、じゃあ相手がこういうループだったらどうするんですかって話ですよね、まあそう負けなんですよそれ、まあそれしないよね、はい、墓地に落としときたいカードっていうのはウェディングゲート、あとインフェルノサイン、うん、あとジュースの黒の刃、
まあ、これで釣れるっていう。そうですね。あとインフェルノサインとかをなんで落としたいかっていうと、ここら辺はこれで打てないんです。高本号で。でウェディングゲートももちろん打てないし、ジュースのフードライバーも打てません。打てない。だから持ちから打つしかない。またはマナから打つしかないので、手札に担ぐよりかはマナに置いとくとか持ちに置いておくの方が強いですね。まあマナに置いたらこれで打てるし。そうですね。はい、マナに置きやすいのはこれと高本号とあと連弾とか。時々、手札にジャスティスがその何もしなくても揃う時があって。ああ。そうだったらまあクリームも置いたりとかしますかね、うん、天秤はハンデスじゃなかったら特にあんまり使う対面がないので置いたりとか。あ、なるほど。作戦はむちゃくちゃ置きます本当にジャスティスから打てないし、本当に盾からしか仕事をしないので、だからマナから打つしかないんですよこれ使って。まあまあまあ、地震で打てるとしてもこいつ打ったとしても何も起こんないんで、だからこいつは速攻でマナ置きます。速攻でマナ置き、まあ重いからそのここら辺そうですね、マナ置きって感じですかね。マナ置いて、あとそうですね、なんでこいつをマナ置くかっていう理由もちゃんとあって、マナにあった方がちゃんと強いんですよ。こっから打てる、そうですね、まあいろいろ。マナコストの作戦って地震と同じ効果じゃないですか、うん、だからジャスティスでもしもジュースの役のネバーめくった場合、マナから作戦を打てば、まあ結構広がるんですよ、打てる幅みたいなのが、うん、だからこいつの枚数が増えてる感じかな。ここも有用に使えるよっていう。そうですね、だからその時のためにこいつをめくった時のためにマナに作戦が欲しいなっていう時が結構あります。なるほど、はいですね。まあ、それで実際も勝ってるし優勝もしてる、そう優勝してる人もいるので、人もいるので、まあ、ジャスティス今後多分何、まあ、絶対上がってくるでしょう。いやもうそうですね、上がってくると思いますよ、うん、だからもうここら辺上がっちゃってるしね値段は上がってます値段は上がってるからねそれともあって結果も上がってくる。そう連打も上がってるしちゃんと。そうそうそう、まあそんな感じですね。そんな感じですね。そんな感じです。はい、じゃあ、はい、というわけで今回は、デッキ紹介になります。対戦動画もジョーカーズあります。 CGR デッキでいいですか。あ、じゃあジョーカーズジョーカーズジョーカーズでやりましょうか。はい、よし。